いな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 い。何がないんだ？動画のネタが何にもない。さあ、なんかバズりそうなネタねえか。私バズりそうとかあんまりわかんないし。ドライは？俺も全然詳しくないんだけど、いつもはどうやってネタを見つけてるの？例えば別の YouTuber がやっててバズってるネタをやってみるとか。なるほど。これなんかどう？コメント欄生活やってみた？お、一週間で100万再生超えか。いいじゃん、ひさ、これやってみようぜ。なんか嫌な予感が。じゃあなんか他にネタあんのか？せっかくドライが探してくれたっていうのによ。わかったよ、やるってば。俺たちカレコレ屋にやってほしい企画をコメント欄に投稿してくれよな。皆さんの要望が多かった企画をやっていこうと思ってます。全然視聴者いねえからコメント欄も盛り上がらねえな。英語禁止企画とかは？それ面白い？とりあえず貴重な意見だ、やってみるか。英語禁止企画への賛同が多そうだな。じゃあ今日はこれに決定。今から英語禁止ってこと？だな。英語喋ったら罰として顔に落書きな。じゃあ今から始め。これってもうスタートしてるって。はい、英語使った。あ、2日目。ひさめちゃんにコスプレしてほしい。ひさのコスプレか、視聴者増やすにはいいかもしれねえ。ひさにコスプレしてほしいなんてコメント来てるけど。コスプレ？酒場の看板娘。魔法使いとか？女王が似合いそう。おっと、コスプレに関してのコメントがどんどん来てんな。女王いいね。女王一択。ちょっとやるなんて言って。ひさめ様、ここは視聴者のためにもどうかお願いしますよ。もう分かったよ。では女王ひさめの登場です。あ、こっち見るんじゃないよ、このブト野郎とも。ってやっぱこんなの無理。女王ってそっち？違うの？俺はこっちのイメージだったけど。そうだったの？オーナーに女王様の衣装を貸してくださいって言ったらこれ渡されたんだけど。あー、それ様つけたからかもな。女王ひさめ様爆誕、罵られたい。ブヒー。お、でもコメント盛り上がってきてるし、いい感じじゃね？いい感じなのかな、これ。3日目。大食い対決は、ひさの圧勝。うん。このお肉おかわりしてもいい？魔法の胃袋かよ。すげえ、圧勝。オーバーキルやん。可愛くて大食いだと。女王ひさめ様は大食い女王でもあったのか。視聴者3000人超えか。昨日あたりからヒサのキャラが受け始めていい感じになってきてんな。ハゲチュー必要か？ヒサメチャンネルでよくね。俺はむしろディスられてるけど。このコメント欄生活いつまで続けるの？とりあえず1週間ぐらい。今視聴者数も増えてきてていい感じだし。なんか気になるのか？配信中時々絶対コメント欄の言う通りにしないといけないみたいな感覚になるんだよね。なんだそれ。大丈夫だって、あんま深く考えんなよ。ほら SNS でも話題になってきてるし、これなら視聴者数5000も夢じゃねえかも。せめて女王様のやつはどうにかなんないのかな。ぷぷぷ、いや、あの勘違いはマジファインプレーだったぜ。ちょっと。4日目。カレコレやコメント欄生活、なんと見てくれてる方ただいま1万超えております。なんで急に？ヒサの女王様と大食いの画像が SNS で拡散されたのがきっかけかもな。皆さんありがとうございます。今日もどんどん俺たちにやってほしいことをコメントしてくれよな。二人は付き合ってるの？イチャイチャ見たいな。手つなぎ配信求む。手つなぎ配信いいね。手つないでって声が多いみたいだけど、どうしよう。ヒサさえ嫌じゃなければ手つなぐくらいならやってみるか。別に嫌じゃないけど、これだけたくさんの人がやってほしいって言ってるし。だな。相談中。リアル感。手をつなぎながら配信してほしいという要望が多かったので。今日はこんな感じで配信していきます。おお、出て。しかも恋人つなぎやん。ひさめ様の手を、ふざけんな影千代。5日目。今から一番要望の多かった膝枕耳掃除をやっていきたいと思います。俺もひさめちゃんに膝枕されて。男の夢やん。こいつ耳引きちぎったのか。影千代を殺す。てか俺のアンチコメント増えてきてない？みんながやれって言うからやってんのに。6日目。今日は皆さんから要望が多かったので、
バックハグで配信していきたいと思います。青春かよ。あの頃に戻りたい。手当て久々様に触るんじゃねえ。なんか変な方向に行ってるような。明日は一旦コメント欄生活は忘れて配信してみようかなって。だんだんエスカレートしてるし、私もそれがいいような気がする。だとすると何がいいかな。コスプレは評判良かったけど。あれはもうやめて。だよな。だとするとバズったもう一つのきっかけ、大食い企画とか。いいね、そうしよう。7日目。今日はちょっとコメント欄生活はお休みにして、以前好評だったヒサの大食い企画をやっていきたいと思います。めちゃくちゃ美味しそう。ヒサがひたすら飯を食いながらみんなの質問に答えていくから、どんどんコメントしてくださいね。俺も一緒に食べて。大食い女王の勇姿がまた拝めるとは。ヒサメちゃんが好きな料理は何ですかって。何でも好きですけど、お肉料理は特に好きです。ああ、いつもより視聴者数少ないな。コメント欄も盛り上がってない。あ、こっちはイチャイチャが見てんだよ。影千代にあんして。あん見たい。盛り上げるためにこれくらい答えてみても。ヒサ、影千代にあんしてってコメント来てるけど。そうだよね、ちょっとくらい影にも食べさせてあげないと。じゃあ、影、あーん。あーん。あーん、きたー。これこれこれ、このチャンネルはこれよ。おお、反応良くなってきた。あーんの次は中だろ。いいね、キスみたい。え、キス？ちょっと何言って。キス！キス！キス！久々様を怪我すんだ。キス？キス？おいおい、マジか。これマジでしちゃうやつなのか。やっぱり、やっぱり無理。なんで拳。うぅ、あ、影ごめん、私って。あら、なんか無事なんだけど。え、誰か出てきた。緊急事態発生って誰。大丈夫ですか。久々もの鉄拳最高。なんかやばそうなやつ来た。久々様のファーストフィストは俺がいただいたぜ。ファーストフィストって何。知らん。ファーストキスみたいなもんか。お前ごときがもらうなんてもったいなさすぎるんだよ。久々様、あんたもしかして。ヒサが女王様のコスプレした時やたら上がってた視聴者か。その通りだ。あの神々しいお姿を拝見して以来、欠かさず配信はチェックしていた。そうか。ただ一つお前に残念なお知らせだ。なんだと。お前はさっきファーストフィストだとかなんとか言っていたが、俺は今まで死ぬほどヒサの拳を食らってるぞ。死ぬほどだと。ああ、死ぬほどだ。いや、むしろ何度か死んでいる。うお、楽園はここにあったのか。いや、何なのこれ。いや、影千代、ヒサメちゃん、面白い配信を見させてもらいました。全然面白くない。俺は殴られても聞きませんが、あのファンは喜んでましたからね。ある意味すごい能力だな。ドライ君や、あれは能力っていうか好みっていうか性癖っていうか。そうだ、影千代にいい知らせがあったんだった。昨日バズってる動画見つけたんだけど。いや、そういうのはしばらくやめとこうかな。なあヒサ。うん、それがいいと思う。今月のカレコレのカプセルトイが10月中旬頃よりカプセルトイショップガシャココをはじめ全国のカプセルトイ売り場で順次販売開始。今月のカレコレ初のフィギュアマスコットをぜひゲットしてね。